こんにちは、ライオン英語チャンネルです。今日も前回に引き続き書籍紹介をしていきたいと思います。で、最初に毎度のことなんですけど、このチャンネルが初めての人もいると思います。僕のプロフィールが出てると思うので、ぜひご覧ください。オンラインスクールの英語ジムライオンとひよこというスクールがあるんですけど、の代表をしています。ホームページなので、ぜひ興味がある方は見てみてください。今回は前回に引き続きということで、前回はこちらの書籍を紹介しました。外国語学習に成功する人、しない人。見てない方はその前回動画を見てほしいんですけど、 SLA と呼ばれる第二言語習得論研究ですねの入門書として、まず一番最初におすすめな本っていう風に聞かれたら、最も最初読みやすいってことで、高校生ぐらいで読めるっていう本ことでこの本を紹介しました。で、前回も言ったんですけど、すごく薄い本です。で、これを読んだら次の2冊目としておすすめなのが、同じく白井先生のこちらですね、外国語学習の科学という本です。で、こちらの本もそんなに厚い本じゃないです。で、前回も言ったんですけど、第二言語習得論の SLA 入門書40冊、市販書の40冊ぐらいの中から、前回はこちらをお勧めしたんですけど、この外国語学習の科学はこちらの続編として、書かれているものです。なので、こっちと結構被っていることも多いです。で、被ってるんですけど、全体的にこっちの方が詳しく書いてある感じの本になります。SLA 全然知らないっていう人は、こっちから、まあもちろん読むのがおすすめだし、ちょっとだけ SLA かじったことがあるとか、若干知ってるって人はこっちから、読んでも全然問題ないです。SLA の本って本当にすごい、もうめちゃくちゃ難しいの、めちゃくちゃ難しいんですけど、この本はすごく読みやすいです。で、前回も言ったんですけど、白井先生の方は本当にすごく、わかりやすいんですけど、中でも特におすすめな本になってます。はい。この本を読んだ後におすすめな本とかっていうのは、また違う動画で紹介したいと思います。はい。という感じで、今日はこの本を紹介しました。ライオン英語チャンネル、今後も更新していきます。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価もしていただけると非常にモチベーションになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。